メリディアニュ平原、メリディアニュ平原は火星の赤道から二度南、中心部は日の最西端にある平原である。ここでは灰色の結晶質赤鉄鉱が稀に産出され、これは地球において赤鉄鉱はたびたび温泉や水がよどんでいる場所で形成されることからメリディアニュ平原の赤鉄鉱は古代に温泉など、 液体の水があった証拠だと多くの科学者は信じている。赤鉄鋼は200から800メートルの厚さの堆積岩層の一部をなす。平原には他に火山制限部岩やクレーターが存在する。2004年、ベリディアに平原に NASA が投入した火星探査車であるオポチュニティが着陸した。この着陸地点は当初マーズポーラーランダーや マーズクライメートオービターの失敗により止めとなったで予定されていた着陸地点だった。オポチュニティによりこの着陸地点は長い期間高塩分で酸性の液体水で満たされていたことが明らかになった。車高層流やコンクリーションと思われる球場歴の存在、岩石中に認められる多量の硫酸マグネシウムやのような硫酸塩鉱物の 存在はこれを指示する証拠である。オポチュニティの探査では、メリディアニ平原の土壌がグセフクレーターやエリーズ渓谷のそれに似ていることが分かった。しかしながら、メリディアニの多くの場所で土壌はブルーベリーと呼ばれる硬い灰色の急流で覆われていた。ブルーベリーはほとんど赤鉄鉱という鉱物からなり、マーズオデッセイの上空からの分光観測で得られた。 スペクトル特徴は、ルーベリーによるものであるとが確定している。さらに、ブルーベリーは、地下で液体水によって形成されたコンクリーションであることも、判明している。これらのコンクリーションは、それを保持していた岩石の風化によって徐々に、表面へと集められたものである、ラグ体積。基板岩の上で集積しているコンクリーションはわずか1メートル程度の差の、 岩石の風化で生じたブルーベリーによって生成されたのかもしれない。それ以外の土壌の大部分は一星の観覧石原部岩の砂でできている。オポチュニティが磁気で集めたゴミでメスバウアスペクトルの測定がなされた。この測定により、ゴミの磁性鉱物はかつて考えられていた普通の磁鉄鉱ではなくチタン磁鉄鉱と推測される結果となった。 少量の観覧石もまた検出されたが、これは長期にわたる乾燥した時期があったためと解釈されている。しかし、一方で少量ながらも赤鉄鋼が検出されたことは、初期火星に短い期間、液体の水が存在していたことを意味している。また、による岩盤への掘削が容易だったことから、この地域の岩石は、グセフクレーターの岩石よりかなり柔らかいと考えられている。 オポチュニティが着陸した表面で数個の岩石が認められたが、基板岩はクレーターで露出しており、ローバーの危機器によって調査された。基板岩はカルシウムやマグネシウムの硫酸使を含んでいた。これは鉱物としては、硫酸塩無水物、バソナイト、石膏であると考えられている。また、岩塩、南極石、ブレーダイト、バントファイトなどの塩類も存在している。 硫酸子を含む岩石は、火星上の他の場所で着陸船やローバーが調査した、岩石や孤立岩と比べて色調が明るい。この岩石のスペクトルは、マーツグローバルサーベイヤーノが捉えたスペクトルに似る。同様のスペクトルは広大な地域で見出されており、オポチュニティが調査した地域に留まらない広い地域に、水が一度存在していた証拠であると考えられている。また、 アルファプロトン X 線分光計は岩石から比較的高濃度のリンを検出した。他のローバーがヤグセフで発見したのと同程度に高濃度であるため火星のマントルにはリンが豊富に含まれているのでは以下と推定されている。岩石の鉱物は玄武岩の酸性水による風化期限のものもあると考えられている。これはリンの溶解度は岩石に豊富に含まれていると 予測されるウラニウム、トリウム、軌道類元素の溶解度と似るためである。オポチュニティガの縁に来た時、純粋な石膏からなる白い岩脈を発見している。これは石膏を含む溶液が岩石の割れ目で沈殿した時に生成された。この岩脈はホームステークと呼ばれている。メリディアニにある岩石の調査で過去に水が存在した強固な証拠が発見された。 絶妙岩石という水の中でしか生成されない鉱物が全ての岩盤で発見されたためで、この発見はメルディアに平原に一回水が存在したと判明させるに十分なものだった。さらに一部の岩石で緩やかに流れる水によってでしか形成されない形である白層状組織、海層が見られる。初めて白層状組織が発見された岩石はザ・ベルズと呼ばれている。 地質学者は、社交清掃が水中の波紋での流れによる花綱状の幾何学模様を見せていると述べている。一部の岩石で箱型の穴が開いているのがあるが、これは大きな結晶を形成している硫酸塩によるもので結晶が、その後分解された時にアキラドウと呼ばれる穴が残ったものである。岩石にある周素の濃度はその周素が溶けやすい。 ことにより非常に変わりやすいと思われている。水は蒸発する前に様々な場所にあったとも考えられる。非常に溶けやすい、周素化合物を集める別のメカニズムとして、周素を特定の場所に集中できる非常に薄い蜜の膜が形成される夜間に沈殿したのを霜で覆う方法もある。砂の平原上にあったバウンスロックという岩石は衝突クレーターからの放出物であった。 この岩石の化学組成は基板岩とは異なっていて、観覧石はなく、ほとんど奇跡と社長石で構成されている。これは火星隕石のうち、シャーゴッタイトに分類されるエータ79,001という隕石の岩層 B と告示している。バウンスロックはエアバッグが跳ね返った地点の近くにあることから命名された岩石である。オポチュニティは隕石も発見している。 オポチュニティの危機器で初めて分析された隕石は、オポチュニティの熱シールドが着地した地点の近くにあったことから、ヒートシールドロックと命されたメスバウア分光計、アルファプロトン x 線分光計による分析により、この隕石はに分類された。蘇生は、アルファプロトン x 線分光計による分析で、鉄93%、ニッケル7%だと分かった。他にも、 フィグツリー・バーベルトンと命名された円形の岩石は、石室あるいは、石鉄隕石、メソシデライトと考えられているが、アランヒルズや、中山、ジョンシャンと名付けられた隕石は、鉄隕石と考えられている。オポチュニティによる観測は、この場所で何度も洪水が起き、蒸発と乾燥が起きたことを示唆する。この過程において、硫酸塩鉱物が堆積したが、その硫酸塩が、 堆積物の二河欠作用を引き起こした後、赤鉄鋼、コンクリージョンが地下水からの沈殿で成長した。またいくつかの硫酸塩は大きな結晶をなしたものの、水に溶解して岩石中に秋ら洞を残した。これらの地質学的証拠は過去10億年にわたって乾燥した気候が続いたものの、それよりも前には少なくとも水が存在できた気候の時期もあったことを示している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。